小学生がホテルでの職場体験プログラムに参加し、おもてなしについて学びました。全国でホテル事業を運営しているアマネクでは、学びの機会を提供するプロジェクトを展開していて、その一環で小学生がホテルでの職場体験をできるプログラムを実施しています。心身ともに成長する小学生の時期に、大人が実際に働く現場を見せることの重要性を感じた社内の意見から生まれました。今日は13人の児童がチェックインやおもてなし、ベッドメイキングといった仕事を体験しました。かっこいいと思いました。シワにならないようになんかちゃんと綺麗にすること。今日一泊して、明日朝チェックアウトの仕事体験もするということです。